皆さんこんにちは。ミケでーす。サビでーす。MV 鑑賞会。前回に引き続き25周年を記念してアップロードされた過去の MV の中から松浦彩さんの MV を見ていこうと思います。今回はラブ涙色です。もうね、この時代からはもうドハマり中の時なんで僕は結構有名曲のうちじゃない？結構前に聞いたことあった。歌ってる人もいるからね、うん、それでこれは2001年9月なのでまた3ヶ月後前回のシングルからすごいね。バシバシ出していくね。すごい、めっちゃ忙しいってこと？よく曲作ってるよね。うん、それが一番すごくない？曲を作りの、まあ、歌う側も大変やし、うん、MV だったりとかめっちゃ大変だと思う、うん、では見ていきましょうか。スタート。なんか VR みたい最初のなんか大人っぽい感じだね。一気に変わったね。うん、ちょっと曲調もね。恋愛系やな、うん、かわいい今のパジャマ姿、かわいい。なんかこう見るとめっちゃ幼いんだけどね、うん、そこまでやっぱパジャマ姿ってことでメイクも濃くしてないんかな。あー、それはありそう。ちょっとなんかすっぴんっぽく見えるもんな、うんうんうん、確かにそういうところにもあれだよな、うん、リアリティ感を出してるんや。ちゃんと髪型とかツインテールしてるし、うん、安定におへそが出てます交換日記かな？違うか、スケジュール帳か。あら、お風呂だ。アヒルだおアヒル多すぎだろ大量のアヒルしかもデカもおる。めっちゃいなからデカいのまで多すぎめっちゃ前髪上げてんのかわいいな、うん、顔面が強いってことかね。かわいい。パタパタ。かわいいズボンの長さ奇妙すぎない？これでもこういうの流行ったで。そう、うん、なんかくるぶしぐらいのところやろ。くるぶしじゃないよ、ふくらはぎでしょ。うん、でもここら辺のやつ流行った。え、一時期奇妙だよ、うん、流行りましたこういうの。すごく奇妙だなと思ってびっくりしましたそういうことか。うん、あのこのお風呂のこれじゃないんだ、この顔面の強さ。それは可愛いけど服装にびっくりした。まずこの、あの襟の長さにびっくりしてほしい襟もおかしいねでかい。これが正しい着方なのか。折ったら普通になるんじゃない？さっきなんか一瞬これでも立ててるもんな。うん、そういう着こなしが普通。このずっとリズムをこうやってこのリズムで撮るの難しそう。うん、犬犬だかわいい。ゴールデンかな。マイクもなんか変だけどね。そうほらお前マイクもさなんか丸これしかない丸なんかこうやって持って歌うやつみたいな。あ、昔の無線みたいな。なんかマイクも様子がおかしい。卵や
めっちゃ揺れてるし、あやが揺れるたびに。これ雪だと思ったけど雨なのか。雨やな。まあ、テレビのこの古さよ、ブラウン管テレビ。うん、あった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 。このテレビを録画したときに、テレビの画面を映したときか、こういう感じでこうパチ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 なるやつ。これアップルなんだ。アップルっぽいな。アップルだよね。うん。こういうよくあるよね、パチパチなるやつ。ないよ。昔はよくあって、テレビ画面を録画するとき。かわいい。な、制服姿やばいな。でもかわいいけどさ、こう見ると顔大人っぽいのかもなって思う。あ、制服着てるの見ると、うん、パソコンか。パソコンやな、テレビじゃなくて。寝た。布団かけないタイプや。よいしょ。やっぱこのイメージやな。うん、あんま全然曲聴いてなかったけど、悲しい曲なんだよね。うん、そう、涙色やから。うん、なんか MV はなんかそこまで暗い感じじゃないよね。なんか制服着てたさ、シーンはすごい暗かったけど。うんうんうん、ラブ涙色で紅白に出場やって、初出演。そうなんだ、知らなかった。21世紀の最初の紅白歌合戦のトップバッター。あややが。自分が見てた時代は絶対最初あゆだったもんな。あゆは絶対最初だったから。でモーニング娘。の、第5期メンバーオーディションの最終選考の課題曲にも使用されていたそうですね。でも新人賞とか取ってないから、何なんやろ、そういうの。なんかそういう賞とかは、でもまだあれなんじゃない、デビューして数ヶ月だから1年経ってぐらいじゃない、うん、そういうのって。うん、そういう感じです。今回は松浦あやちゃんのラブ涙色を見ていきました。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。